今日は私が使っているライトトラップの装備をご紹介します。これから始められる方の参考にしていただけたら幸いです。まずその前に留意していただきたいことを申します。配慮が足りない採集者の言動や行動により採集禁止の場所が年々増えています。自らの権利のみを主張し、他者の権利を顧みない利己的な思想が新たな法規制を生み出します。他者への思いやりを持たない限り、ライトトラップの未来は暗いものになります。積極的に地元住民と挨拶し、会話する。話しかけられたならば無視しないようにしてください。運転者の目線の高さにライトが来ないように調整します。キャンプをしている人や星空を撮影している人に説明。理解得られない場合は違う場所に移動します。日本では特別保護区内での採集は禁止されています。台湾では国家公園内での採集が禁止されています。インターネットや Google マップスなどへ調査をします。弁当箱、ペットボトル、誤って踏んでしまった虫を持ち帰ります。これが最終に使っている小型小屋です。では、順番に説明していきたいと思います。まず最初に発電機。ヤマハの ET1 という形です。7500元でした。800VA、120V です。2サイクルエンジンです。混合ガソリンを使う必要があります。ゼノアというメーカーの2サイクルオイル50対1で使っています。これを混合するために 2.5 リッターの携行缶を使っています。次に玉を紹介します。人海というメーカーのもので、チョークレス 500W、120V、60Hz 用の水銀灯を購入しました。インターネットで注文し、送料込みで約1000円でした。次に配線ですね。建築用の本当に資材って加工してますね。こう吊るタイプのものですね。それを自分で加工する必要があります。このような電材屋さんで売られています。価格は450円でした。用意するためのフックとして昆虫用品屋さんで買っています。こういう風にかけて使っています。私はいろんなものの固定にタイラップを使っています。あとはスクリーンですね。シーツにですね、角を結べるように歯止めをつけてゴム紐をつけています。ゴム紐はだいたいこれ 2.5m を四隅にくっつけています。次に紹介するのは HID ですね。袋はこれ安いリュックを買ってきて使っています。 HID のハンドランプは10日総研の 30W と 50W 切り替えのタイプを使っています。バッテリーはリチウムイオン、これ台湾で購入したものです。配線を自分でちょっと作り直しています。日本であんまり見ないコネクターなんですが、台湾で結構これポピュラーで、金物屋さん行くと売っています。配線はこちらをそのコネクターにつなぐ形です。これを固定するための三脚がこちらになります。あとは支柱にスクリーンの支柱として使っている玉の絵ですね。これ1本70センチのものであれば、このスクーターのシート下に入るということで探して購入しました。これが私のライトトラップの装備です。左側が発電機の装備、右側がバッテリーの装備になります。発電機は価格は高く、重量は重いです。バッテリーは価格は安く、重量は軽いです。発電機は電圧、周波数によって種類がいろいろあります。使用する玉を決めてから発電機を決めた方が良いでしょう。リチウムイオン電池は軽いのですが値段が高く、自動車用、モバイル用、いろいろな選択肢があります。鉛電池は主にスクーターや自動車などのバッテリーを流用します。価格は安いのですが重いのが難点です。水銀灯とメタルハライドランプの選択肢があるのですが、メーカーは今現在水銀灯の生産を終了しており、これからはメタルハライドランプを使うしかないかもしれません。水銀灯には安定器が必要なものと必要でないものとのタイプがあります。メタルハライドランプには安定器が必要となります。安定器を使うタイプのものは安定器を使わないタイプのものよりも同じ電気容量でありながら明るさがかなり明るいのが利点です。ただし安定器は 400W の場合 10kg 近い重さがあります。軌道電流は安定器を必要としない水銀灯に比べて約倍の軌道電流が流れることとなります。ですから、400W の安定器付きの水銀灯を使いたい場合には 800VA の発電機が必要となります。点灯して時間が経つと電流値が下がるので 800VA の発電容量を必要としなくなるのですが、発電機容量をいっぱいに使わないのでもったいないと思う人もいるかもしれません。玉の種類はたくさんあります。昆虫は紫外線に近い青や紫に近い色にきます。メーカーのホームページを見ると波長特性のグラフが出ています。その中でも400ナノメーター未満のところが高くなっている機種を選びます。HID ランプとは水銀灯やメタルハライドランプのことを指すのですが、自動車などで使われている 12V のものを総称して HID ランプと呼んでいます。虫を取る場合にはこの色温度というものが重要で、自動車なんかでは 4300K からあるのですが、5000K 以上を選んだ方が無難です。極端に色温度が高いものを選んでしまうと、なんとなく暗いような感じがします。電球の固定の形態なのですが、防水のものと非防水のものと2種類になります。スポットランプとして使うようなスポラートと呼ばれる水銀灯を収納して使う照明器具があります。また HID ランプの場合には、最初からスポットランプの形状のもので、スポットランプの中に安定器と HID の玉が入った形で使うものが市販されています。私の場合は東華総研の HID スポットランプがそれにあたります。オープン形状のものはそのような入れ物に入らないような形、玉そのものむき出しで使うことを指します。ソケット配線は自分で作る必要があるので、ある程度経験や知識が必要です。水銀灯はもともと建物内で専用の照明器具に取り付けて使うものなので、水銀灯用の大型のソケットを売っている店舗があまりないのが難点です。大型 DIY の店でも売っていないので、工事用の電材専門店で買う必要があります。日本では E38 という口径のものになります。台湾では E40 と若干サイズが異なります。流れる電流によってケーブルの太さが異なるので、経験者のアドバイスを必ず聞いてください。購入費用がどれぐらいかかるのか、ざっくりとした大雑把な金額を示してみますと、発電機、水銀灯がだいたい10万円ぐらい。バッテリーと HID が5万円ぐらい。とりあえずそれぐらいの金額のものであれば長く使えるものと思います。200V、1000W の水銀灯を使い、ボラートを使うなどをすると50万円とか100万円とか仕様によって違いますけども、いくらでもかかります。若干割高になるかもしれませんが、インターネットでライトトラップ販売と検索をかけると、たくさんのショップで販売されているものが出てきます。一番安上がりな方法は、自動車用の HID と安定器を購入して、スクーターのバッテリーから直接配線を引っ張ってつける方法です。それだと多分1万円かかるかかからないかぐらいでできると思います。その場合にはバッテリー上がりを避けるためにエンジンはかけっぱなしでつけておく必要があります。自分ではこれから使ってみる予定です。スクリーンは撮影用のスクリーンを立てるスタンドをスクーターで運べるように切り詰めてます。スポラートは前方に明かりを集中して照射できるため、少ないワット数でも高いワット数のものと同様の効果が得ることができます。もともとはグラウンドなどの照明として使われている器具なので、移動用には作られていません。そのためとても重いです。また、放熱を重視して作られている反射板はアルミを使っているため容易にへこんでしまいます。取り扱いには注意が必要です。安定器は小さなトランスなので鉄の塊です。とても重いです。昔スクーターに積んでみたことがあります。移動がとても大変でした。機動性と効率を考えて、あなたもオリジナルを考えてみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。